結果を受けた深谷浩一、もちろん全日本での優勝経験を持っています。深谷浩一、全日本では過去3回の A 級での勝利があります。2004年の8勝利から、そして最近ではやはり2016年、平田と同じように2016年が深谷浩一にとっては一番最近の優勝ということになります。第5戦の神戸大会のヒット数で3回目の A 級勝利を飾っている深谷、昨日の予選の好調さを維持していればスタートした予選は非常に楽しみな存在になりますが、今日の朝の練習走行ではちょっと体力が中段あたりに沈んでしまいました。果たしてどこまでセットアップをつけて残れているのか深谷、そして誰がこの決勝、バッティングマシンが倒れると同時にコースタートをするボールショットを奪っていくことになるでしょうか。30点プラス1周、国際ブレイクアリエワンプラスの1勝ヒットワン、1周のタイピング、スタッライダーが回ってきた。最新の情報を頭の中にインプットしてきたアリエワンのスタッライダー、前人未到の大記録を昨年樹立した、今年国際 A 級25年目、四半世紀国際 A 級で戦っている世間ナンバー114番の成田明。なかなか通算150勝が上がるまで時間がかかったんですが、昨シーズンが終わった段階では155勝という、こちらもまた大記録を打ち立てています。アクライバーの体重も終わりました。さあもう一度サーブに回して並べていきます。今並んでいる中で内側から 1,2,3,4 台目に小島洋平が、そしてその小島洋平のすぐ外側に114番の成田、成田のすぐ外側に4番の尾形、尾形の外側には114番の道脇白龍、その道脇白龍の外側に51番の北谷浩一を並べています。彼らの外側はグリッドアップの方が空いてきて、ちょうど中央あたりが23番の長戸という並びになっています。そして一番外側には400番の山本圭がマシンをつけています。さあスタート15秒前、21台横一列に並んでいるモトクロスのスタートグリッド、さあスタート5秒前、アイテムが高まっていく。さあ変わってきます。
争いが展開されていく。しかし、その大塚豪太の後ろからは163の本州に行く。しかし、北谷の後ろからは23番の長野健一の後ろが遠くになって、さあ、そして一番引いて大学のトラックは上昇台を6点スイング、ホンダバックスリーなんですが、ちょっと中段から後ろにこのホンダラップは沈んでいるようだ。ゴースタートからトップに立っている危険ナンバー4の尾形、尾形誠の選手、その後には先ほど44番の小島洋平が来ています。ちょっと尾形がリードを取りました。尾形がリードを広げます。インサウンドさんがトップタイプ3番手には100メートル近くで、星野シーンが上がっています。3番手には星野リード、その位置で115番手の大塚豪太、さらに大塚に一斉が並び下げていく。さあ、10コーナーから11コーナー立ち上がって、尾形誠、そして小島洋平がもう一度その顔を取り戻し追いかけていきます。そして星野優衣、51番の北谷が前に出ました。北谷、その後ろから大塚豪太、さらにはさあ、山本圭が一気に上がってきている。山本圭がポジションを上げてきています。山本圭が6番手なんですが、この前の大塚豪太なんだ。勢いからすると山本圭がこの大塚豪太を仕留めるのは近くなったら、そんな感じでしょうか。現在周回は3周目、尾形、小島、星野優衣、そして4番手には深谷浩一。まだレースは序盤戦3周目、尾形がうまいスタートを取りました。トップ下って今大きくなることはこの尾形の元通りに小島洋平がトップしてきたんですが、ここから先に進む尾形が1位争いを使っている尾形、世界の差もじゃあこれからどう変わっていくかですね。現在3番手に加藤優さんと星野優さんですが、その星野の後方には51番の北谷浩一が差を1枚かかっています。さらに北谷の後方からは400番の山本君、さあ尾形、そして小島の後方に星野優、その差を詰めます。2歳の差が詰まりました。さあ、そして北谷浩一が4番手、その深谷の後方からは400番手山本家、さらに山本の後方から大塚豪太、大塚豪太の後ろからは8番の岡野隆史、岡野の後ろからは6番の星野豊と追ってきた。周回4周目、ラップタイムを見ていくと、ラップタイムはトップの尾形と3位の星野優衣が1分30秒台、さらには岡野隆史も1分30秒台で追いかけていた。さあ、この序盤の戦いですが、まずは好スタートからトップを守っている尾形のこと、独走状態といいでしょう。さあ、そして2位と3位の差、好位置ではありますが、その差は縮まってきています。尾形のライブスタートして2年目のシーズンを迎えている44番の尾形を これが現在の2位争い。さあ、1コーナー、埼玉ボーベットジャンプ、そしてこれから松木コーナーへ向かっていく。そして、こちら尾形、その後ろ、後方へ。
ました3コーナー、この週あたりちょっとこの3位争い最低が見られるかもしれません。現在4番手には深谷誠一なんですが、この深谷の誠一は400番の山本誠が追いついてきています。昨日の予選レースでは山本圭は一度転倒があってそこから追い上げたんですが、不利な走りでした。さあ、ま、これを松井さんに走ってきた深谷と山本圭の戦い4位争い、まだ転倒は変わりませんが、完全に深谷を追い詰めている山本圭。一方の2位争いは小島洋平と星野優、この2人の転倒も変わりません。そして2位争いが2人とこの後ろ4位争いの2人、この差が縮まってくる。トップは韓国で見えている尾形、2位争いは小島星野、しかしこの後ろから深谷、そして山本系の後ろは間隔空いた8番の岡野隆、岡野の後ろ大塚豪太、そして1番の星野豊に勝負を仕掛けていこうという723番が池谷。昨日の予選では深谷に世界2位でこの決勝へ駒を進めてきた池谷が現在は第8位、そして第9位に114番の成田とついています。東京本部より先生、さあ、星野優が若干小島洋平を引き離しにかかっています。逆に今度は小島のテールには深谷が追いついてきている。この週は深谷の後ろちょっと空いて山本家第2位の泳ぎのスタートから切っていなくて素晴らしい切り出しに倒しています。先生48番、もう1位です IH2、先生48番、もう1位です。大会本部までお越しください。さあ、トップの尾形誠、このまま独走で今シーズンの初勝利へ向かっていくのか。開幕では山本圭が総合優勝、成田明が総合第2、富田敏が総合3位、そして星野の9位が総合の第4位、岡野隆が総合第5位、深谷浩一が総合の第6位でした。開幕の九州大会、そしてこの第2戦関東大会の決勝進出は現在トップは尾形誠が走っています。最初にトップ 2.94 とスピードですが、さあ、この尾形の後ろにこれから先ほど2番手を奪っている星野優が粘っていくことができるかどうか。マシンダブル、監督のトップ川崎のマシン、ダイレクリングマシンに乗る尾形誠、そして山形のマシンに乗ります星野優、さらに小島洋平は3番手、しかしこの小島洋平の後方からは無重視が続きのマシンに乗る深谷、さらに本田発展の山本圭がこの差を既にかかっている。さらに山本圭の後方には山形一人の8番岡野がじわじわと追い上げてきています。その差を詰めてきている岡野もこの争いに加わってきました。さあ、これからちょっと面白い戦いが交渉では見られそう、そんな感じです。現在3番手には小島洋平なんですが、その小島の背後から51番の深谷、400番の山本、そして8番の岡野、好スタートを生かしてなんとか3番手を小島洋平が守っているんですが、さあ、このまま小島洋平、プライベーターの小島がこのポジションを守り切ることができるのか。そして深谷がその後ろ、深谷のテールには山本家、さらに山本の後ろに岡野隆翔、ちょっとこの戦いは目が離せませんよ。
トップの尾形は圧力で圧力で見せていく。それを星野優衣が追いかけているんですが、それからまだ一気に縮まりません。さあそしてやはり3位争い楽しくなってきている。小島洋平の後ろから深谷、深谷の後ろから山本、そして山本の背後には岡野。右コーナーから右コーナー、さあ最後攻防戦、右コーナーを立ち上がって立ち上がってジャンプ、そしてコントロールジャンプ。小島洋平がまだ立ち上がって、小島洋平の後ろから深谷、そして山本、岡野、変わらず、しかしこの差は変わってきています。ずっと縮まってきています。そして6番の星野豊、その星野豊の後ろからは793番の池谷、そして74番の成田、85番の大島翔太とこの後方は続いています。周回は7周目、ラップタイムも上がってきています。上位に1分20秒台。さあ IA1 決勝ヒット1、この放送ブース前にはアイデアがあります。さあこれは西村氏、白鳥選手のピットサイドで、ね、頭を使えというコメントが来てくれたらライダーに発せられました。さあこれから中段、どんなドラマが待っているのか。尾形がトップ、星野優衣が第一、ファイナル争い。2回の球空いています。さあ3位争いですが、すでにこの上位陣は前にバックマーカーが出てきています。現在3番では小島洋平変わりません。バックマーカーをかわしながら、それ以上深谷、深谷後ろからは山本圭、山本の整備は岡野隆。ポイントはまだ変わっていません。さらに池谷の後ろからは成田、成田の後ろはちょっと離されました。大下豪太、会長にトップを逃げていく尾形誠、尾形はリードを保ったままです。トップの順位が決まっていく。さあそしてバックマーカーが入って3位争いは小島洋平が守っています。小島洋平、そして深谷浩一、その深谷の後方からは山本君、山本君の後ろからは8番の岡野。さあこのトップグループ3位争いの中にバックマーカーが入って守っています。それをどう処理するか。ようやくこの10コーナーで岡野のバックマーカーを処理できました。さあ、トップを走る熱戦ナンバー4の尾形誠が1コーナーをクリアして最初はルーペットジャンプ、第2位の星野も今1コーナーをクリアしてきました。さあ、そして3位争い、小島洋平のテーブルに近いような気がいるんですが、なかなか勝負を仕掛けるところまで行きません。そしてその後ろでは山本君、岡野が勝負をそろそろ仕掛けるのか。後ろに行く、さあライブが分かれて並んでようとしていました。岡野が前に出ます。山本君ポジションを下げている。そう1コーナー先に1回止まっています。はい、スタートはつきました。マッドピッチコーナーから勝負を仕掛けた岡部が山本君を捉えて前に出ています。トップは尾形、そして第2位は星野優衣、3位争いは変わらず小島洋平、深谷浩一、44番対51番、本田対鈴木。さあそして今度は山本君を処理した岡部がこの2人に迫っていきます。
マイン争い、小島洋平と深谷浩一、その争いに割った配慮をする岡野隆史、ちょっと山本君が離されました。さあこれから終盤へ向かっていこうという IA1 決勝進出ラン。さあ深谷は勝負を仕掛けるか。そうだ、ちょっと右のラインが入ってきた。小島ポジションは変わらず、岡野がその後ろ、小島や岡野、山本君、さあ、まとまりに松村さんが見えてきた、何やらと、前の2人はそのバックマーカーを処理、そして岡野も、さあ、トップの大型、順々とリードを広げて逃げていく、ホスリングも逃げ切った、その差は縮まりませんし、深海の差も縮まりません。さあ3番手は深谷が上がっている。深谷が3番手をダッシュ、小島洋平がその後ろ、さらに小島洋平のテーブルにはしっかりと岡野隆史がこれから仕掛けていこうというマッチダブル。タイヤの距離は不調がありました。51番の深谷浩一が前に出ています。深谷、小島、そして岡野、さあトップの尾形がすでにコントロールを取っていた。第2位が星野優衣。さあこの周回はちょっと1位と2位のか、見た感じでは差を詰めた、そんな感じに見えます。さあそしてマリアの問題が51番の深谷が少しリードを取りました。代わって4位争い、小島洋平と、そして岡野隆史。さあまた1コーナーに向かっていきます。さらに後方では6番の星野豊、その星野豊の後方からは793番の池谷優太、そして池谷の後ろからは114番の谷田明と、この3人も接近を行っています。さあスタートから19分が追走してきます。スタートから19分が追走してきます。トップは大型のほど変わらず、そして先ほどはその大型の後方に少し引きつけたかなという感じだった星野優衣なんですが、この時期はあまりその差は縮まっていませんね。さあコントロールジャンプを続いた大型、そして星野優衣、1台バックマーカーを果たして3位争いから抜き出た深谷浩一がこれからフィニッシュジャンプ、そして小島洋平、その小島洋平の後ろから岡野隆史、さらに岡野の後方やはり離れまして4位着番の山本家、そして6番の星野豊、84番の成田明、793番の池谷と、ここは成田がセットポジションを上げました。1コーナー、さあそして星野豊の後方、成田がこれから迫っていこうという埼玉プロジェクトジャンプ、あと1コーナー、1コーナーは6位置という池谷の星野豊、中央から114番の成田明がその差を含めて狙っていきます。3コーナー、そしてその先の中継、この2人が現在の6位争い。さあトップの尾形、そして第2位の星野優衣、第3位深谷浩一、さらに第4位はこの小島洋平と、そしてなんとかこの小島を取り替え、岡野の1台出てまた1台とバックマーカーを攻略していくと、1コーナーにそれから小笠が、さあこの周回は探し詰まりました。1位と2位、この周回は探し詰まっている。単独の3位が深谷、そして岡野が前、岡野、小島洋平と変わって構図を組む前へ進化していきます。さらに監督の投稿が山本と、さあそして
星野豊とその星野豊を射程に捉えている成田明。1コーナー、さあ成田がさらに内側のラインから勝負をこう狙っています。あと1コーナーで勝ってきた決戦ナンバー6、本人からと14番成田の戦い、さあラインが到達しています。さあ成田が114番の成田が単独を見せました。とにかく14の国際優秀のタイトルを引き出し持っています。さあこれから中盤、アンディーワン、ミッドワン、上位陣では先ほどまでは3位攻防戦、その中から2位が続けて、その後は4位争い、しかし4位争いも8番の太郎が小島洋平を引き離してもらっています。安徳の走行を51番のスタヤ、さあそして今度はポジションを上げてきている岡野がスタヤとの差を常に下がっています。今1コーナースタヤの前にはバックマーカーが2台、そしてスタヤの後ろバックマーカーはなくて、さあ岡野なぜ1コースを上げることになるのか。マトキコーナーへ黄色いマシン51番のスタヤ、そして山浜マシン8番が岡野隆。3コーナーへ確実にその差は縮まってきている。さあ真実まだ前時代のバックマーカーを2人は攻略をしません。4コーナー中間を引く AYD、 これから5コーナーとしてバッテンダブルへ入っていく。51番の年を引く北谷小内は現在は3番手、そしてその2人を追い詰めていきたい決戦ナンバー8、岡野隆。間に一度バックマーカーが入ってこのマッチンダブル、ラインが非常にタイトです。しかし1ポイントないかもしれません。そこを目線に張っていく。さあトップの尾形誠がこれから1コーナー、一旦はまた1位というのが詰まったんですが、どうでしょうか。この日間にバックマーカーが入る形になって星野に連盟で追いかける。一旦は縮まるんですが、また同じような差で広がる、そういう状況が続いています。そして第3位の深谷、その深谷の後方から岡野の後方も参加が集まって44番の小島洋平が単独の第5位、そして山本圭がその後ろやはり単独の第5位ということになります。さらに現在6番手には114番の成田明が出ているでしょう。会場にトップを序盤から守っていた地域を作っている4番の尾形誠。さあそして2番手には星野優、3番手には深谷の後方から1番の岡野と、その差がどうこれから変わることになるのか。さらに400番の山本、その後ろからは114番の成田明。
さあ3コーナーからフープ2で HR 新同士の戦いが交渉目の前で行われています。400番の山本慶、そして114番の成田明、昨日の予選フェースではこの2人、成田が前を走り、山本がそのテールに来てストレートに合流するあのミスタイトターンのところで金を取ろうとした山本が転倒して大きなポイントを下げました。さあ、その山本に勝負を仕掛けていこうという成田、昨日は逆の形で山本が負けたわけですが、さあ、この400番の山本慶、青く引っ張りながらその成田を先頭していきます。1コーナーをクリアしていきました。周回19周年スタートから間もなく28周が経過をしようという終盤、国際レースアジアランクラスの決勝スピードラン、タップタイムですがこの終盤に入っても1分30秒台。トップは小笠原と第2位星野陣、第3位深谷浩一、第4位岡野隆、第5位が小島洋平、その後ろ第6位は成田明が先ほど上がり、山本慶が第7位、星野豊が第8位、大塚豪太が第9位、そして菅谷優太が第10位と現在の10位です。開幕の九州大会では総合の12位に進んでいる尾形誠と、その尾形がこの第2戦の関東大会決勝ヒットワンは現在トップを守っています。スタートから本当にうまいダッシュが切れました。そして一旦は中盤あたりがこの尾形をなんとか追い詰めていこうと星野優衣が差をつける場面もあったんですが、この中盤はこれからまた広がってきています。尾形が3コーナーを立ち上がってきて、そして星野優衣もまだまだ諦めずに走行は続けているはずです。単独の第2位、2回の参加体制、現在3番手が51番の深谷、さらに深谷の後方、第4位が岡野隆、中盤から終盤へかけては岡野の追い上げは凄まじいものがあったんですが、この終盤を追い迎えではなかなかその方を追い切ることができません。さらに小島洋平、この終盤はペースが落ちてきています。現在単独の第5位、その小島洋平の後ろから、まあ、3秒ほどまだ差はあるんですが、成田明がペースが上がって追い上げてきています。さあトップの小笠原とこれからホームステージに合流をしていきます。そして1コーナーへ和立ちのできている、この1コーナーのラインをトレースする大型、そして同じように星野優衣も来ました。さあ、そしてこれからストレートに合流をしていく51番の深谷が3番手、その深谷の姿見えているでしょう。岡野4番手、冷静に追いかけてはいます。さらに小島洋平、さあ、そして小島洋平の後ろから成田がひたひたと迫ってきています。小島洋平がそのままこのポジションを決めているのか、それともバッチの成田がプライベーターの小島を攻略するのかどうか、とにかく残り時間もほとんどありません。トップの尾形、第2位の星野優衣、3位の深谷浩一、第4位が岡野隆、そして本当に最後の最後で5位争いが白熱しそう、そんな感じです。今その5位争いが5コーナー、44番の小島洋平、昨日の予選レースでも
タートをうまく飛び出して、いよいよ、さあ、すでにファイナルラップ、ラストラップを迎えますか。ラストラップを迎えてきます。ロギアラトイがその最終ラップ、どういう結末を迎えるのか。今、2コーナー、成田が追いついてくる、成田が追いついてきている。小島洋平が懸命に逃げようとしている10コーナー。そして11コーナー。泣いても笑っても、このゴリアラトイは最後の1周に突入だ。小島洋平か、成田明か、プライベーターか、ファクトリーか。1コーナー、最終ラップの1コーナー、小島洋平が抑えていく、成田が狙っていく。さあ、こちらが2回目のペルペットジャンプ。これから3コーナーにこのゴリアラトイが向かっていきます。この小島を射程に捉え並んでいく。前に出る3コーナーに押された成田明。この際で攻略を防御の種目に小島洋平を打ちした。内側が成田、外側が小島。4コーナー、ゴリアラさん。さあ、立ち上がって成田が前か、小島洋平粘る。小島が前。そして5コーナーは成田が外側から打って、そして今から成田が打って右を抑える小島、高見一郎裏にも捉えていく成田。小島が前、成田が耐えるか。この間に1番、関田が折られます。4番の尾形誠が優勝。そして第2は星野優位。第3位は2人攻撃表情前獲得。尾形はちょっと届きませんでした。さあ、そして中国の小島の小島、まだ戦っている成田が勝負を打たれた。成田が前、成田が前に出たりました。第5位、小島洋平、残念第6位。最後は凄まじい戦いが小島洋平でしたが展開されました。そしてその後ろ、第7位で400番のファクトリーの山本、第8位は大塚豪太でしょうか。でしょうか。さあ、30分プラス1周の IA 版決勝ヒット版が行われました。スタートから前に出て終始トップを守りきりました尾形誠、見事な勝利でした。今シーズンの初勝利をここオフロードビレッジで飾ることになりました。
じゃあモトロマンの皆さんお願いします。マコタマコチライダーとして頑張っていきますので、よろしくお願いします。